検証、ヨッシーってどうやったら倒せるの？まずは氷ブロック。なるほど、質量のあるものはどうもヨッシーは倒せるみたい。じゃあ透明ブロックだったらどうなるんだろう。透明ブロックはスルーする。雲ブロックは、まあなんとなくそうだよな、スルーする感じはするよね。では音符ブロックはどうでしょうか。おお、音符ブロックもやっぱ質量はあるんだね。ちくわブロックは大丈夫なんじゃない。おー、イメージ通り。ブロック関連でヨッシーを倒せるのはレンガ、ハテナ、硬いブロック、音符ブロック、氷ブロック。アイテムで倒すことはできるのだろうか。ヨッシーが口の中で飲み込めるものはどうも倒せないんじゃないか、そんな気がしてきた。いや、これは体積的に飲み込めないだろうって思った皆さん、実は50コイン飲み込めます。意外だよねこれね。アイテム欄の中でヨッシーを倒せるものは一切なし。では敵だとどうか。大きくてもやはり倒せないか。意外と海洋生物嫌いとかない。ああ、ヨッシーは好き嫌いないようです。飲み込んだら喉が痛いなんてもんじゃないと思うけど、でもやっぱりちっちゃいやつだと飲み込めるからどうもダメみたい。この敵の欄にはヨッシーを倒せる敵は一切いなかった。ではパックンフラワーは、こいつピーパックンっていうの知らんかった。これは自分でも知ってるぞ。ブラックパックンはヨッシーを倒せるはず。うん、この辺からヨッシーを倒せるのが多くいるかもしれない。ドッスンは絶対倒せるでしょう。あ、なんなら卵ごといった。落下してくるパターンだと、あ、それでもやはり倒せるか。ちなみに上から落とすという形でもヨッシーを倒すことができる。ちなみに横でも倒すことはもちろん可能。修理ガンではどうか。あー、修理ガンはダメなんだ。横から転がしてみてもダメだろうか。あー、ヨッシーダメなんだね。修理ガンではヨッシーを倒せない。これはヨッシーが修理ガンを飲み込めるからなんだろうね。それではワンワンの杭ではどうだろうか。杭は倒せる。ちなみにワンワンそのものだとやはり倒せる。この敵欄でヨッシーを倒すことができるのはブラックパックン、ドッスン、ワンワンでした。さすがに3本じゃ倒せないかな。飲み込めるもんね。焼き尽くせ。あー、焼き尽くせない。必殺エクスプロージョン。無傷。クッパののしかかるという攻撃。ノーダメージ。メカクッパはさすがに無理か。飲み込めるもんな。これは期待していいんじゃない。クッパクラウン。クラウンはダメなんだね。そっか、敵対モブじゃないからかな。もちろんファイヤークラウンでもダメだよね。クッパがダメなら七人衆ももちろんダメだよな。だよね。さあ、この辺ならなんとなくわかるぞ。ガスバーナー、これは倒せる。ガスバーナーが倒せるならキラー放題もいけるでしょうの理論。うん、そしたらその流れで大砲もいけちゃうんじゃない。ああ、やっぱりそうなんだね。つらら、つららは耐えるの。仕掛けの中でヨッシーを倒すことができるのはバーナー、キラー砲台、砲台でさ。さすがにパウブロックじゃ倒せないよ。口の中入るもんね。でもなんかホワーンってなります。それならPスイッチはどう。あ、Pスイッチもホワーンってなります。そしたらバネもホワーンってなる。あ、バネはホワーンってならない。なんとなくだけど、トゲコンボは倒せそう、さすがに。トゲコンボは耐えるんだね。これちなみに一緒に食らうと、ああ、ヨッシーだけがダメージを受ける形か。勝手なイメージだけど、トゲコンボは倒せると思ってました。そしたら、ガリガリ。これはただ、無残になると思ったけどね。そういう表現は、任天堂にはなかなかありません。それでは、スネークブロックではどうか。スネークブロックはヨッシーを倒すんだね。ファイヤーバーは倒すんじゃない。ああ、やっぱり倒すんだね。なんとなく予想がつくけど、オンオフブロックで倒すこともできる。卵の状態でオンオフブロックを起動させると、卵ごと消すことができる。以上、ヨッシーの検証でした。ここからは番外編。ヨッシーが毒キノコを食べるとどうなるのか。ノーダメージ。それでは、毒プクプクを食べたらどうなるのか。ノーダメージ。お、え、毒弾なんて吐けるんだ。え、それ知らなかった。この毒弾でクリボーを倒すことができるの？倒せるんだね。知らなかったよ。他にもヨッシーの倒し方を知っていたら、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしく。
それではここから実践編。今までの知識を活用してヨッシーを倒せるのはどれっていうコースを作ってみました。では早速遊んでいきたいと思います。最後までお付き合いください。では早速やっていきたいと思います。さあ皆さんも一緒に考えてもらえると嬉しいです。さあどれかなどれかな。答えは3、2、1。ここブラックパックーン。最初はね、植物系の敵モブを集めてみました。第2問トゲゾウ、ドッスン、ボム兵でございます。さあどれも質量がありそうで、ヨッシー飲み込むのはちょっと厳しそうかなって思うんだけど、やべえクッパファイヤー来る、逃げないと結構早めに行かないとやばいんだなこれな。正解はドッスンでした。やっぱり一番重いのが厳しいよな。第3問さあめちゃめちゃ強そうなのが揃ってますね。トゲコンボ、クッパ、スネークブロックです。さあ答えは3、2、1。ここ意外や意外、スネークブロックでした。攻撃をヨッシーにダメージを与えることはできるけど、ヨッシーを倒すことはできないですよね。最終問題。さあ今回はブロック系です。トゲブロック、クモブロック、音符ブロックです。正解は3、2、1。ここイエーイ、音符ブロックでした。そしてゴール。タイトルはこんな感じでいかがでしょうか。マリオ知識問題、ヨッシーを倒せるのはどれ、全4問。今回の動画が面白いと思った方は高評価とはチャンネル登録よろしく。